緊急動画、緊急動画です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。昨日、JR 東海より、のぞみ号一部期間、全車指定席化が発表されました。先日、大雨の影響、台風の影響で、東海道新幹線大幅なダイヤ混乱が3日間にわたって発生しました。で大きな遅延が回復できなかったのは、自由席の大混雑の影響も一部あると見ているようです。 詳しく紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。では、本日もよろしくお願いします。はい、では詳しく見ていきたいと思います。まず、東海道新幹線が開業したのは、1964年の10月1日です。そして、のぞみ号の指定席が 全車指定席ではなく1号車から3号車自由席に切り替わったのが39年後の2003年10月の1日です。もともと東海道新幹線は長らくのぞみ号は全車指定席、光号やこだま号は自由席を設けるという運行体系を行っておりました。なんでこんなことをやっていたかと言いますと、まあ、のぞみ号をですね。 えー、格上の種別というふうに JR 東海でも位置づけておりまして、のぞみ号を特別な列車として運転する特別な車両、まあ、例えば小玉が0系、光が100系であれば、のぞみは300系限定で300系ののぞみ号は、えー、光や小玉の運用に入れないなんていうこともやっておりました。そして、2003年品川駅開業時、 全車指定席というのは、当時はですね、その世の中の状況に合っておらず、駅に並ばないと指定席券っていうのは買えない状況が続いておりました。なので、突如3分後、5分後に発車する望み号に乗って、出張に行かなければいけないというお客様だったりとか、 えー、突如どこどこに行かなければいけないとなったときにですね、窓口に並んで、まあ、少なくとも30分長いと2時間程度、えー、切符を買い求めるために並ぶ時間の方が乗車時間より長いっていう状況もあったということです。で、えー、突然の出張等でもすぐに乗車することができるように、のぞみ号にも、まあ、本数増とともに、 自由席を導入しました。その当時はネットが全然ですね、まだ復旧しておらず、スマートフォンもそんなに、まあ、登場していなかった時代だと思います。今、iPhone は今年 iPhone15 が出ますけれども、まあ、14年前、15年前に、えー、一番最初のスマホ、iPhone3GS っていうのが発売になったと思うんですけども、 まあその頃からようやくネットが復旧し始めたというような感じですので、まあ、今から20年前ですかね、品川駅開業当時はそこまで復旧をしておりませんでした。なので自由席を設定しましたという形です。じゃあなんで今年急にですね、全車指定席化を決めたかと言いますと、まあ、まず全車指定席化なんですが、これは常にではなく、 あくまでも今のところは年末年始やゴーデンウィークだけというふうに JR 東海は言っております。ただ勝手な私の予想ですけれども、まあ、今後のぞみ号はですね、すべて全社指定席になる時が2年後3年後に来るんじゃないかなというふうに予想しております。まあ、あくまでも予想ですので外れたらすいませんというふうに先に言っておきます。じゃあなんで再販房機だけでも全社指定席化を 行うかと言いますと、まあ、先日のですね、台風による大雨での運転見合わせ、大混雑、大混乱が大きかったと思います。えー、3日間にわたって東海道新幹線は大きなダイヤ乱れが発生してしまいまして、まあ、結構ですね、テレビでも各駅で中継をしていたりとか、有名な芸能人の方もなんか東京から京都に行くときとか、 え、京都から東京に帰るときに東海道新幹線が止まって大変だったよというような感じで一般の方にもかなりそのダイヤ混乱っていうのがですね、有名になってしまっておりましてで、えー、その東海道新幹線の大きなダイヤ乱れっていうのはなかなか回復しなかった原因の一つに自由席がありまして、えー、当時ですね、えー、運休電車っていうのは多数出ておりまして、その運休した列車の指定席券を持っている方が、えー、後続の、えー、指定席に 座ってしまうとか、っていう事態が発生しておりまして、それによって、本来乗るはずの指定席の方が座れなかったりとか、座れたとしても、デッキや客室が大混乱してしまうと。で、なかなか扉を閉めることができる、できず、後続の電車が例えば新大阪駅でしたら、後続の望み号がどんどん迫っているのに、前を走る光号がのぞみ、新大阪駅をなかなか発車できない。 っていうような感じでなかなかダイヤが戻らないっていうのも、まあ、原因の一つだったと思います。よくですね、新幹線だけではなく、えー、列車でダイヤを見られて混雑している時には恐れます。車内の中ほどまでお詰めください。車内の中ほどまでお詰めください。まもなく発車いたします、えー。ご乗車になりましたらできるだけ車内の中ほどへお詰めいただきますようお願いいたします。 っていう風に放送が流れたりとか、あと、降車する時には、えー、恐れ入りますドア付近のお客様は、一旦ホームに降りていただいて、再度ご乗車をお願いいたします。車内の中ほどに降車されるお客様がいらっしゃいますので、ドア付近のお客様は恐れ入りますが、一旦ホームに降りられまして、再度ご乗車をお願いいたします。という風に放送が流れたりします。一つの考えとして、えー、ダイヤが見られた時になかなかダイヤを戻せないのは、 え、遅延している列車がさらに遅延してしまう原因の一つである自由席の大混雑っていうのがあると思います。だからこそ貧乏期だけでも全車指定席にして、その列車の指定権を持っている方以外は乗車しないようにすると、そういう仕組みを作って、例えば運休した列車に乗る予定だった方は、 え、臨時の全車自由席の新幹線を運転してそっちに乗車してもらうというようなことを行うことで運休した列車に 乗る予定だった列車と、運休せずに走ることになった列車に乗る予定だった方、お客様、えー、その方を分けることができて、ある程度混雑を緩和できるというのも一つの考えだと思います。まあ、様々な理由がありますね。えー、自由席の方が基本的に料金は安いので、えー、指定席化、全車指定席化することで、まあ、通別のですね、あの、客単価って言うんですけども、えー、お一人当たりのお客さんの単価を上げると、 いうのも、まあ一つ、一応あるとは思います。まあ企業と一緒ですので、その料金設定とか、えー、全社指定席化するとかしないとか、そういったところはですね、まあ JR 東海さん自由に決めていただいていいかと思うんですけども、多分まあそういう背景があるんだなというふうに思っております。皆さんはこの全社指定席化についてどう思いでしょうかぜひご意見お寄せください。コメント欄にお書きください。 この動画役に立ったらいいなと思った方、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッター、インスタ、スレッツ、フォローよろしくお願いします。月額90円からメンバーシップもやっておりますので、ぜひ概要欄ご確認の上ご検討ください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。 では、おやすみください。